はいどうも、夜のホッキーランチです。どうも、はい、今回もですね、ラジダン、はい、こぼれ話ということで、はい、もうね、ちょっとね、こぼれ話の域は当のとっくに超えてるような。こぼれてないですから、ね、こぼれというか、こちらがやりにくそうね、はい、うん、溢れ出たものじゃなしに、こちらで生成した、はい、新しい物質でもって完全にやってますからね、これ、はい、じゃあ今回これやっていきます、はい、カードゲームのですね、はい、ソクラテスラ、はい、これも有名ですね、うん、はい、こちらね、キメナティック偉人バトルというね、はい、サブタイトルついてますけども、これかっこいいな、はい、こちら、あの大学出てない人でもできるんですか、これ。大学出てない人、ね、確かね、そんなムーブ、大学出てない人でもいけますと書いておりますが、10歳以上対象、タイトルがもうソクラテスラやから、ソクラテスやろ、うん、哲学かじってなくてもいけるんですか、うん、ちゃんと書いて、10歳以上、うん、あ、じゃあギリギリダメか。ねえね、いけてんねん。9歳、ギリギリダメ。9歳11ヶ月。中身も大丈夫。あと1ヶ月。なんでそんなとこで止まって、何があって。原因を教えてくれ。よし、じゃあ、はいはい、早速ね、ちょっとやってみましょうか。まあ、やりながら、こういうルール説明っていうのをね、ね、はい、やっていこうかなと思うんで。うん、では、じゃあ、ましょう、はい。7枚ありますかね、はい、数えます、はい、1,2,3,4,5,6 7枚あります、はい、手元に7枚。でこの段階で、偉人が作れない、もしくはイベントカードを引いた人はもう一回山札に戻してもらって組み直します、うん、はい、左手、右手があるんですね、はい、左手、体、右手で偉人を作るんで、うん、でまあこのルール決めるやつは今回はまあ適当になんかシャッフルして決めたいなと思います。殿堂、はい、うん、偉人を2体作ったら勝ちにしましょう。今回勝ちで、はい、4人なんで、はい、2勝すれば勝ちと。そう、2勝すれば勝ち、はい、じゃあ今回これですね、はい、武力が高い偉人が勝利する、うん、今回のルールはこちらでいきましょう。武力か、はい、力こそ正義みたいなことやな。そうやね、うん、はい、パワー変わってたけど違う、力こそパワーみたいななかった、うん、なんか力そこそパワー的なあれ誰も誰も知らんやん。何これ、これ夢で見たから夢のやつや。お父さんの言葉とかじゃなくてお父さん、めっちゃ怖いよ。多すぎやろ、力こそパワー、 パワー一生のことやから。そういう、そういう家訓でやってへん、やってへん、米だけそうなんでやって。じゃあ僕からいきますね、はい、うん、まずじゃあ1枚引きます、はい、1回引き直します、はい、はい、弱かったら、なんで1枚自分で持っといて、うん、他を全部捨てます。で補充、手札が7枚になるように補充します、うん、じゃあ僕のターン終了、はい、よし、あ、いい感じ、いい感じですね。おい、そんな演技入れんねん。あ、そういうのも戦略のうちみたいなことか。あ、これ奥深いんちゃう。奥深いよ。西方の演技も見どころやな。俺もじゃあ、俺も1枚残しの、はいはい、捨てますね、はい、はい、全部捨てて、で僕も1枚残しみんな手堅いね。いや、ちょっとね、これは様子がお互いにこれ乗せやながらという形ですね、うん、はい、誰もまだ仕掛けてこないですね。仕掛けずに意外と武力低くあってもみんなが揃ってへんって勝てるパターンもあるもんな、うん、そうやで。俺らだからさ、一回引き直してるからさ、うん、今もしかしたら偉人作れへん状態かもしれん、うん、ってなったらもう自動的に勝利、そう、勝つからな。一回引いてから引くか、うん、おおおおおお、何が来た、残します。あ、残す、来たやつ残す、はい、捨てます。おお、よし、みんなあれですね、牽制しましたね。一旦牽制も牽制よ、一旦牽制しましたね。6 ちょっと数字も10歳以上ってやっぱそういうこと、ほんまや、無理やん、やっぱそこでさ、できへんやん、でね、危ないとこでした、はい、まあ、じゃあ私のターン勝負します。お、はい、私の召喚する偉人はクガメス一世。お、クガメス一世、クガメス一世は、はい、王として生まれる
絶大な腕力と知力で200万の敵軍と渡り合った。いやすごい人ですね。じゃあまず西和くんと勝負します。やりますか。はい、僕はね、新田ちゃん作られへんねんわ。うわあ出たよ。これ作られない時は戦うことさえもできないから、戦うこともできん、手も足も出えへんわ。じゃあカードを僕が1枚こんなるから適当に見せて、見せずに、あ、ランダムに、はい、ジョーカーじゃん。戦えない場合はじゃね、なんでゲーム変わったもんね。これね、戦えない場合はね、カードもらって、搾取される、全部それをもう捨てちゃいます。搾取されて、はい、もうボロボロやん。まず一勝まあ一応話してなんもないカード持ってへんから、カードゲームで、うん、そんなことどういうそんなことあるんや。もうほんまにあれやな、どん底まで落とされねえな。今どん底、どん底よ。じゃあ次、はい、鈴鹿くん勝負します。はい、クガメス一世いそうやしな。クガメス、クガメスはいそうやな。なんか習ったことあるんちゃう。いくぜ、クガメス一世。こらクソ野郎ぶっ殺してやる。おでーん、レオ、レオコ、レオコ一世、レオコ一世、一世やね、一世多いな。一世同士、一世対一世の戦い。一世、でも一世多いけどこれ強いんちゃう。レオコ一世なんぼだって24やろ。うっそ、24で21なんで、僕が攻撃側がこれ負けました。ウガメス死んだ。はい、攻撃側が負けた場合はこの攻撃したやつが墓地に行き、これが防御に成功したやつは手札に戻ります。おかえり。はい、で、ジョニークのターン。なるほど、はい、はい、捨てずにパスってできましたっけ。はい、できますね、はい、それです。なパス、パスします。なるほどな。で、次に西和くんですね、ターン。どうしよう。まず1枚引いていただいて。どうしよう。これあれやな、 この1枚が鈴鹿を倒すこともできるあれかもしれへん、うんうん。ここ武藤遊戯やったら引いてる。そう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 、これで引いてる。でなんかもうミント出すみたいな。はい、見てへんやん。ブラックマジシャン。あ、武藤けえへんかった。武藤ちょっと違う武藤出てくるから、それけえへんかったけど。よし、じゃあもう捨てよっと。いいやった。どんでがたすぎや。捨て札を捨て札バレ多いでもな。何ターンまだちょっとしかやってへんやん。これ決着つかずに終わるんちゃう。めっちゃ捨てるやん俺ら。もうじゃあ次。あ、来たな。世界大戦。うわ、来た。あ、来た。ということは。うわ、もう出す。全員出さなきゃダメですよこれ。あ、違う、ダブル世界大戦。ダブル世界大戦。やば。2枚引くの。そんなことある。ルールに載ってへんのじゃん。どうなの。2枚引く。でもこれ出たからみんな戦わなきゃ。俺困れへんねんけど。うん。あ、もうあかんやん。手堅く行ったのに自らボコボコになってもらったな。じゃあまあ俺はこうなるかな。え、でもじゃあレオ、ここで相手温存するっていうのも手堅い。まあそうや、だからその取られたくないというか、うん、なくしたくないやつ。なるほどなるほど。じゃあそういう形の方がいいよね。逆に負けるパターンね。いやだってこんなもん24なんか、うん。じゃあ私はモザベールタ。モザベールタ。モザベールタ。右手めっちゃ上げてるやん。すっげー上がってる。めっちゃ上がってる。おばさん右手めっちゃ上げてる。表情に対してのなんか。なんか右手の熱量と顔が。どういう感じか分からない。迷信でもんな、うん。何の変哲もないやつだ。ただ、ちょっとこいつ可愛いところがあって。うん、上目遣い。ほんまや。すごい上目遣い。300人の兵士と共に上目遣い。みんな見てるんやろな。ギルニだけ。みんな上見てる。みんなで上。全然あの、はい、武力で言うと19なんで。ああもうじゃあ我々負けです。はい、負けです。はい、皆殺しですね。じゃあこれ鈴鹿くんの一つ、はい、殿堂入り陣ができました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとう。はい、で、はい、次だからまたあれですね。武力が高い偉人が勝利するっていうルールになりましたけど、ね、はい、で、今誰やったっけ。西和が引いたから。じゃあ次、鈴鹿君か。俺、ちなみに鈴鹿さん、この中に出てきてる偉人たちは、うん、知ってはります。ナポレオン知ってます。ナポレオン、あ、はいはいはい、以上か。以上。いっぱい、めっちゃいっぱい。リンカン、リンカンはいい。おったっけ。リンカン、リンカンおらんのちゃう。ほんまに、うん、じゃあ1枚残して、はい、引きますね。
3、4、5、6、あ、ちょうど7枚で、これで山札尽きたらもうこっちのやつが山札になります。はい、はい、じゃあ次、僕のターンですね。はい、これで1枚引きます。私も1枚残して引き直します。おお、これはこれは来たかもしれん。さっきからそればっかりやね。これは来たかもしれんぞ。これ、なんか来たみたいなさ。いや、これは来た、俺の強いぞみたいな、うん、いや、知らんで、マジで知らんで、知らんでこのターン、このターン知らんでってなんですか。ほう、来た、ほう、うん、はぁ、はぁ、はぁ、うん、これはちょっとね、さすがに。あ、いくつやな。いや、あ、お、1枚残し、1枚残しすぎや、俺らは。こんなしてあかんで、ほんま。もっとこう、ポンポンに人間が出るな、みんなもう勝ちたいっていう気持ちがな、やっぱ前に出てるな。これは鈴鹿さんもリーチですからね。そう、ね、もうあと、もうやばいやばいやばい、1人で完成。じゃあ次、俺、か、うん、俺はお前このゲームこれでワンちゃうちゃうねん、カード引くゲームちゃうぞお前。俺多分圧倒的に引きがね、弱い、もう、うん、その人様に見せれるレベルのやつがけえへんのよっぽどですね、はい、まあ、1枚引いて、うん、俺もあれ、俺のターン回ってきたら仕掛けんで。いや、マイケルがちょっとその俺翻弄されてる、その演技かわからんやつに。いや、ほんまな気ですね、今回は。いや、もう捨てるんかいよ。捨てるんかい、最強にしたよな。もうちょっとじゃあ動かすわ、この事態を動かしますよ、僕は。私の出した偉人はアレポレトン。まあ、いけったやん。しかも、しかも、いや、神殺しのアレポレトン。ちょっと待って、強すぎる。神殺しのアリエッティみたいな。カリグラシ。神殺しとカリグラシ。神殺しのアレポレトン。アレポレトン。これね、あの、なんぼですか。13、22、27ですか。ちょっと待って待って待って。アレポレトン。アレポレトン嫌いや。じゃあこれでまず神殺すやつ嫌い一番嫌、性格悪い、性格悪いな、うん、感じ。アレポレトンでまずは鈴鹿君に組んで勝負いきまーす、はい、ダーン、ルエサセルエサセ結構シンプル、ルエサセやりさせ頭出せえ、何をと言われたと言われるルエサス、その起源みたいなルーツはルーツはそうカタツムリではなかったと、うん、でもこれが所詮13ですね。アホや、アホ言うなってことで前より賢い人らやと前です。はい、ルエサス撃破。じゃあ次チョネ君いきます。はい、もうほら、もうアレポレトンが今もうブイブイ言わせてるからもうアレポレトン強すぎる、うまく連れてるからね。アレポレトンすぎる。じゃあ私はもうまたこれはい、出しましょう。ちょっと見覚えのある、見覚えのちょっと懐かしい感じになります、ガニダゲール、はい、真ん中またこれ上目遣いさっき、さっき言ってた人や、ちょっと、ちょっと辛いちょっと辛いですけど、変わりましたけど、うん、この目を見てもらえれば、うん、多分また思い出すと思う。あ、久々やガニダゲール、弱なってるやん、弱なってるもう10人ですね、10人です。じゃあガニダゲールちょっと、ガニダゲールどこもらおうかな。やっぱ俺2打もらったけど、2打もらおうかな、2打もらうわ俺2打だけでしょ、2打かわいいから、ね、ガニダゲール撃破。じゃあ最後西和くんですね。ここでお前潰したかっこええぞ。せやな、確かにね、だいぶね、天狗なられてる、西田のここでな、じゃあ行かせていただきましょうか。結果してるからまだ負けてんの、こうなるやん2打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